皆さんこんにちは。毎年2月14日はバレンタインデーというふうになっていまして、宮下酒造にも、バレンタインの贈り物にぴったりの商品がございます。今回はそのバレンタインデーの贈り物にぴったりのこちらチョコレートドッポ、こちらをご紹介していきたいと思います。こちらのチョコレートドッポなんですけれども、こちらは2006年に発売しておりまして、バレンタインデーの新しい贈り物にチョコレートビールが少しずつですが定着しつつあります。このチョコレートビールというのがですね、作り方は様々あります。で、こちらのチョコレートドッポはですね、このビールにカカオエキスを入れたものになっております。このカカオエキスが入ることによって、このカカオ独特の香り、そしてまろやかな深みのある味わい、これらをお楽しみいただくことができます。ではじゃあ早速飲んでいきたいと思います。おー、いい泡ですね。泡立ちもすごくしっかりしてますね。それではこちらいただいていきたいと思います。おお、華やかなチョコレートの香りしますね。ではいただきます。もうチョコレートビールっていうとどうしてもやっぱちょっと甘いものを想像しがちなんですけれども、このチョコレートドッポはですね、こう苦味、どっちかといえばミルクチョコレートとの甘いチョコレートではなくて、ビターチョコレートの苦味をしっかりと出したビールになってますので、こう苦いチョコレートが好きな方は絶対好きですし、ビターチョコレート苦手な方でもこうかなり苦味はあるんですけれども、すっきりしたビールになっているので、ビターチョコレート苦手な方でも美味しくいただけると思います。やはりこのチョコレートドッポがカカオエキス入っていることによって、非常にチョコレートの風味がしっかりしてます。ですので結構何杯でもごくごくいけちゃう、後味もすっきりしたビールになってますので、すごい飲みやすいですね。こちらのチョコレートドッポなんですけれども、酒工房ドッポ館では常時取り扱いをしている商品になっておりまして、バレンタインデーが近づくにつれて、岡山県内の百貨店などでも取り扱いの方していく予定ですので、気になる方はぜひチェックしてみてください。宮下酒造のホームページからでもこちらをご注文できますし、今ですとこうメッセージカードなんかもお付けすることができますので、よかったら見てみてください。ということで今回はこちらのチョコレートドッポのご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。